札幌地裁に選択的夫婦別姓の訴えを起こしたのは道内に住む佐藤真奈さんと西清隆さんです2人は男女が婚姻の際に夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は婚姻の自由などを保障した憲法に違反しているとして国に50万円の損害賠償などを求めています西はは夫のの字字でであって、私の名字ではないな。い 女性の95がまあ改正している。男性が改正の当事者意識をまあ,あまり持てていない道内の2人を含めきょう訴えを起こしたのは東京都や長野県などに住む男女12人です